長崎海軍伝習所伊豆鍋島法、伊佐尾海蔵長崎海軍伝習所は、安政2年に江戸幕府が海軍士官養成のため長崎西役所に設立した教育機関。幕臣や夕飯藩士から選抜して、オランダ軍人を教師に、蘭学や公開術などの諸科学を学ばせた。築地の軍艦総連書の整備などにより、 安政6年に閉鎖された、閉設された、アイラ・オサムセ工場、長崎製鉄所は、長崎造船所の前身となった。幕府海軍の養成を目的としたので、軍艦の操縦だけでなく、造船や医学、語学などの様々な教育が行われた。例えば、ポンペファン・メーデルホールトによる、医学練習は、物理学、科学に基礎を置く日本の近代医学の始まりとなった。 派生した長崎養生所、長崎英語練習所は、後の長崎大学の元となった。また、第二次教師団看護長のインデルマウンは、家業の活版印刷術を教授した。この近代的な活版術の導入に関わった、元木昭蔵と平野富治は後に、明治政府から1五位を追贈された。練習館としては、オランダから寄贈された観光丸を振り出しに、 委託新臓館の管林丸、朝日丸も到着後に使用されたほか、小舟、宝生丸も購入された。さらに、造船実習を兼ねて、長崎系と呼ばれる小型小舟も建造され、完成後は公開練習に使われた。なお、幕府練習生が長崎系を建造したのに対抗するように、佐賀藩練習生も同系戦、明日、風丸を建造している。 黒船来航後、解剖体制強化のため西洋式軍艦の輸入などを決めた江戸幕府は、オランダ省艦長の勧めにより、幕府海軍の主艦を要請する機関の設立を決めた。オランダ海軍からの教師派遣などが約束され、ペルス来県以下の第一次教師団、後に、ビレムホイセンファンカッテン DK 以下の第二次教師団が派遣された。さらに、練習艦として、蒸気船、 観光丸の寄贈を受けた。当面の目標は、オランダに発注した蒸気船2隻分の乗員要請とされた。そこで、安政2年に第1期生として、幕府伝習生37名が入港した。さらに、長崎など、開港地の沿岸警備要員の要請も急務であった。ため、翌安政3年には、第2期生として、長崎地域人などからなる幕府伝習生12名が、 臨時に追加された。その後、近代的な海軍兵学校においては、若年の段階から、主官養成をすべきとの方針から、第3期生として、若手指定中心の26名が入校した。また、幕府練習生以外に、諸藩の練習生の受け入れも行われた。安政2年12月1日、日蘭和親条約締結の同日から、計128名が練習を受けた。 管理丸と同系の電流丸を発注していた佐賀藩出身者が最も多く、活動も活発であった。築地に軍艦総連署が新設されると、安政4年3月に総艦、長井久し始め多数の幕府伝習生は、築地に教員として移動した。そのため、長崎海軍伝習生は45名ほどに減った。その後、 江戸から遠い長崎に練習所を維持する財政負担が大きいことが問題となり、幕府の海軍士官要請は軍艦総連署に一本化されることになった。安政6年に長崎海軍練習所は閉鎖され、オランダ人教官は本国へと引き上げた。長崎海軍練習所の閉鎖後、練習艦、観光丸は佐賀藩に対応され、三越海軍署で運用を続けられた。 長崎海軍練習所の卒業生たちは、幕府海軍や各藩の海軍、さらには明治維新後の日本海軍でも活躍した。長崎海軍練習所の閉鎖後、幕府海軍では本格的な外国人教官からの練習は行われなかった。富士山丸の配備に際して、フランス軍艦乗員から一時的な指導を受けたり、 箱館武業所が独自に外国人船員から指導を受けていた程度であった。唯一、慶応年間になって、イギリス海軍からの本格練習が計画され、慶応4年に1月開始の予定で、トレーシー仲裁家12名の教師団を招聘したが、大政奉還、王政復古により実現せずに終わった。ありがとうございます。